中国のタクシー、日本人というのは車に乗ってはいけない。SNS にて中国の上海に駐在されている方がタクシーを呼んだところ車体に日本人と犬は車に乗ってはいけないなどと書かれていたとして中国側に批判が殺し大炎上してしまっております。まあ、こちら海外においてはタクシーに乗るだけでもかなり勇気がいりますが ま、この乗られた方、ま、相当程度、怖い思いをですね、されておられますけども、ま、この写真を見ますと、薄汚い車だなとも感じてしまいますが、あからさまな人種差別となっておりますので、日本政府には中国側に抗議し、対応を要求していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。